日本九州地方宮崎県小湯郡川南町。川南町は宮崎県中部にある小湯郡に属する町である。日本三大開拓地の一つである。宮崎県中東部、宮崎市から北東約35キロメートルの宮崎平野北部に位置している。西側の一部はお鈴山地で、それ以外は川なり南急が広がり、これが 海岸付近まで迫っている。東側は、ひなたなに面している。町の中心部を平田川が流れ、町の北端部を明館側が流れている。町名の川南は、この明館側の南にちなむ。年間降水量は2400ミ、mm、リメートルほど、年間日照時間も2100時間と、年間の数字を見れば申し分はなくむしろ、恵まれているが、 降水量のほとんどが梅雨と台風の時期に集中するため、春や夏はほぼ雨に恵まれない。町内の多くを占める、丘陵地は乾燥した原野であり、第二次世界大戦後に開拓が本格化するまでは、長年未開発の状態であった。中心地域は、通称、トロントロンと呼ばれている。この名の由来として、次の二つの説が唱えられている。西南戦争の際に配送する。 西郷隆盛の一行が、ぬかるんだ地面をトロントロンとしていると言ったとする、節湧き水があり、水の音がタランタランと聞こえたとする、節平坦で乾燥した丘陵地が広がる川南原は、水がなく、耕作に適しない地域であったが、江戸時代より、佐野帰国や周辺地域の住民を受け入れての小規模な、神殿開発が行われていた。明治時代には、 高鍋藩の氏族による用水路を築いての新田開発や県内外,外から農民を集めての大規模農場開発が行われたが、給料のほとんどは未開発のままであり、川の水をめぐっての争いが絶えなかった。1911年に第13代宮崎県知事有吉忠和により川南原の開発事業が計画され、1925年には、 宮崎県より国に対し、国営大規模開墾事業を求める申請が出された。1927年には政府が大規模開墾計画を策定し、全国の500ヘクタール以上の開墾可能地を国営で設計、開拓することとなったが、全国からの希望が殺到し候補選定は難航した。1938年12月、 1939年からの5可燃事業として、川南原国営開墾事業の実施が閣議決定されたが、1944年に太平洋戦争激化のため中止となった。一方、鹿児島県内に作られていた群馬育成所が宮崎県内に移され、1908年に高鍋町に群馬補充部高鍋支部が開設された。群馬の資料工事や、 公牧地は川南の丘陵地の多くを買収して設けられた。4000ヘクタール以上の広大な軍用地が川南原に設けられたことは開拓や灌漑事業の遅れをもたらした。1941年秋には満州の白木古陸軍飛行学校から宮崎のニュータバル基地に停止連帯の練習場が移転され川南の広大な軍用地が 効下練習の用地となったが、多くの開拓者の移転をもたらした。太平洋戦争が終わると、戦後開拓が始まり、ようやく、川南の軍用地や丘陵地の開拓が本格化した。逼迫する、食料増産と福井軍人、海外引上げ者、戦災被害者の働き口をつ人口はほぼ倍増し、開拓者の出身権が全都道府県に及んだため、 川南が州国と呼ばれるようになったが、当初は水不足、火山廃水の土壌、過剰入植等の問題を抱え、離農者も多かった。青森県の三本木原、福島県の白川矢吹、宮崎県の川南原が日本三大開拓地と言われるのは、規模の大きさと難度の高さからであった。現在では、宮崎の畜産業の中心地となっている。 2010年の皇帝駅では、畜産業が大きな打撃を受け、その復興が進められる一方、茶や野菜などの旗作を進行して、畜産とのバランスを取ることも模索されている。衆議院小選挙区選挙では、宮崎2区に属する。近年選出の議員は、以下の通り、本町と津野町、木城町、新富町、高鍋町で選挙区を成す。定数は3人。 近年選出の議員は以下の通り、広大な大地を利用して、畜産を中心に大規模な農業が行われている。2006年の農業蘇生産額は207億円、県内トップクラスで一大農業地帯である。また、これを利用した食品工業も盛んである。通り浜地区では漁業が行われている。開拓者の出身地が全都道府県に及ぶことから、 川南が死州国とも呼ばれる。畜産の生産額は149.6億円と、農業蘇生産額の約7割を占める。特に豚は73.3億円と、全国第6位に位置している。2006年の豚の使用個数は95個、使用等数は14万1600頭である。2010年4月下旬以降、工程駅が 町役場北の地域を中心に流行し、町内の肉用牛、豚の8割が殺処分の対象となる事態となった。政府は同年5月19日に感染地域から半径10キロ圏内の牛、豚全頭にワクチン接種後、殺処分する方針を発表し、同月21日に川南町側がワクチン接種を受け入れた。国内地元学と称した地域研究により、 地域おこしが盛んである。中学校小学校川南駅川南、パーキングエリア、川南 PA 内にある防災用コンテナハウスなお、2008年10月1日より、町内コミュニティバス、フロンティアバスを運行していたが、2014年4月1日に、上記のトロントロンバスに置き換えられている。川南プラッツ名所、旧席、観光スポット祭事、祭事その他。 ありがとうございます。